うつき慶福は、幕末期の彦根藩士。彦根藩士、古沢六右衛門の四男。通称は六之助。陽名、留吉。大御国で生まれる。文政四年、うつき六之助影都氏の養子氏となり、三百五十国のうつき六之助家を継ぐ。文政十年、江戸へ出府し、藩主、良伊直明の使い番取り次となる。また財布中には、 柳川西岸と信仰があったという。天保五年、滅親役となったため彦根に帰り、天保十二年に、物頭、高下三年に、表用人となる。一方で、相模湾の解剖のため相模国に一万4 6 0 0国を当てが、我、後には、総集詰め長期守護として、警備に当たった。かねて信仰のあった、いい直すけが藩主を継ぎ、安政五年に、直おすけが、 幕府大老に就任すると、自身は藩の公陽人となり、通称条約締結のために、長野主前が外部情報を集める一方で、反論をまとめるために奔走した。以後も、長野らと共に、将軍軽視問題や安政の大国の処理に活躍した。安政7年、直助が桜田門外の変で暗殺された後も藩主に就任した伊井い直則に引き続き、 そば役として仕えた。直介の秘書課長的な役割に認じられ、当時の様子は公用型広くとして記録され、後世に残った。文久2年に反論が、尊老上位に傾くと、粛清の対象となり、長野らと共に、彦根に捕らえられて、禁庫同年に処刑された。去年54、ありがとうございます。